はい、こんにちは。紀州旅小屋の田辺です。今日は加田からお届けしております。私の後ろにちょうど見えますのが、温泉です。温泉ではなくて、公衆浴場、銭湯ですね。こちらがあります。この近辺はですね、ご存知の通り、海水浴場もありますし、あとは山もありますんで、非常に観光資源豊富な、ところであります。海水浴場なので、やはり、夏はメインになりますが、温泉もあるので、冬でもいいですし、あとは先ほどの銭湯もありますので、東京の下町などでは、銭湯を、メインとした、宿泊施設なども、考えられますので、非常にこの辺でも、チャンスはあるのかなと思っております。一つのご参考に、いただければと思います。本日もありがとうございます。失礼します。